2023年の菊水賞です。兵庫参加の第1巻、今スタートが切られました。アドワン遅れました。さあ後発はスマイルミーシャ、出ていきます吉村、そして鬼滅る一文字もいいスタート。2番手外を通ってベラジオ、その並ぶこの3頭が前を固めていきます。 3,4 コーナー中間1周目、さあ花を切るのは9番ベラジオ、その並ぶ行きました。抑えで2番手3番スマイルミーシャ、アドワンが最後方から押し上げて3番手、4番手に控えて5番鬼滅る一文字で1コーナー4コーナーのカーブに入っていきます。最初のコーナー入っていきました。その後方からは1番の西健ボブ、中段あたりです。外を通って8番タオロマイです。スタンド前の攻防。その後ろのグループですが、拍手が起こります。4番アイアンストーンと7番のグロリア道路、後方2頭目サインポール、そして6番のビキニボーイ最後方を追っつけながら追走です。そして1コーナーカーブに入っていきます。先頭姉妹が12馬身ぐらいです。ペースは落ち着いて9番のベラジオ、その並ぶ。重賞2勝はトップ兵庫若駒賞、兵庫ユースカップの勝ち馬田中学、復活したコンビ逃げています。アドワン2番手です。積極的に前目、3番手のインを通って3番スマイルミーシャ、吉村智弘最優秀2歳馬、今年のウィジンちょっと裏がしている。タオロマイが4番手、インコースから足を貯めて5番の秘密る一文字、アイアンストーン、そして7番グロリア道路、山本咲人が動いていきます。向こう上面、その後ろからビキニボーイも発進、あとは1番の西健ボブ、2番のサインポール、拍手が起こります。 3,4 コーナー中間残り400を通過していく2馬身とリードを取って9番ベラジオ、その並ぶ自分の形に持ち込んでいるスマイルミーシャが猛追で2番手、これを追う、その差は2馬身半、グロリアドールが押し上げて3番手、ビキニボーイがじわじわ4番手、インコースから秘密一文字、歓声の中直線コース残り100を迎えます。ベラジオその多分逃げる逃げる、スマイルミーシャが追ってくる、その差は1馬身半、秘密一文字3番手、そ西健ボブ、ビキニボーイ、グロリアドール先頭、ベラジオその多分ゴールイン、ベラジオその多分見事逃げ切り重賞3勝目、9番のベラジオその多分逃げ切り完勝でした。拍手を受けた9番ベラジオその並ぶお見事。